こんばんは。こんばんは。はい、水曜夜9時になりました。鈴木みのりです。はい、花井美春です。はい、始まりました、声優エンカウント、この番組は第1第3水曜日の夜9時からの1時間、ボイスラウンジチャンネルからお送りするガールズトーク番組です。はい、これから1時間スタジオに新人若手女性声優をゲストに招き、私たち2人と一緒にトークしながら様々な縁を深めていきます。はい、YouTube でも前半は無料で視聴できますが、最後まで見たい方はぜひニコニコチャンネルから会員登録をお願いします。こちらから会員登録することができますので、よろしくお願いします。はい、さらに YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます。月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、YouTube から視聴している方はぜひご登録お願いします。お願いします。そして今回は収録会なので、リアルタイムに視聴者の皆さんからのコメントを読むことができないんですけれども、Twitter はチェックしているので、ハッシュタグの後にエンカウントも忘れずにお願いします。はい、ということで、ね、今日も相変わらず時間歪んでますけれども、歪んでますよ。10月の後半、10月の後半、後半だね。ね、もう寒いよね。やっとね、やっと本当にこの今日から寒いみたいな、そう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 、タイミングよく今日から。去年の10月ってなんかもうちょっとちゃんと着てた気が、ちゃんと寒かったっけ？もうちょっとなんか半袖はもうしまってた気が。なんか日によってそんなこともないんか。なんかだんだんさ、後ろに来てるよね。ね、なんか春夏秋冬って、春夏秋冬？春夏秋冬だよ。本当にあるのかなみたいな、なんか最近そんな感じしない。ね、なんかやっと秋って感じがさ、今してるよね。なんかつい最近ね、あの有金地さんの桑原有紀さんと、もう仕事じゃなくって、なんかたまたま行ったお店にたまたまいらっしゃって、たまたまご挨拶して、お互いなんか、あ、覚えててくださったんですねっていうふうにね、9月一緒に運動したっていうのに。あそこが初対面なんだ。あ、初対面ではないんだけど、でもなんかお互いちょっとなんか恥ずかしいというか、覚えているかな、でも私行っていいのかなみたいな感じだったんだけど、会えて、でもその時も全然秋だったけど、まだ半袖で、お互い半袖で、お互い半袖だった。そう、はい、そんなびっくりもありました。びっくりだね、それは。はい、どっちが気づいたの、それは。あ、でもお互いなんか、はぁーお疲れ様ですみたいな。マスクしてても意外とわかるよね。意外とわかるよね。そう、嬉しかったです。いいね、いいね。有金地行きたい。乗り込もう、乗り込もう。2人で確かにね。ねえ、ね、今日のゲストさんは有金地さん行ったことある方なんで ね、そうそう、ぜひぜひ我々もお願いします。お願いします。はい、ということでこの後は今夜のゲストが登場します。ということで皆様少々お待ちください。お待たせしました。本日のゲストさんを紹介しましょう。本泉里奈さんでーす。はーい、皆さんこんばんは。本泉里奈と申します。お邪魔します。お願いします。お願いします。お願いします。いや、嬉しいです。私も嬉しいです。マジで嬉しいです。やっと。やっと。認知してましたこの番組。あの、ひなたちゃんの回を、はいはいはい、拝見して、はい、なんか、いいなって思ってたの。いい、本当ですか。なかなかこう自分の人生をお話しすることってないですよね。そんなにないから、でもいざ自分の番が来た時にちょっと今ドキドキして、ドキドキ、めちゃくちゃ気になりますよ。え、本当ですか。気になります、めっちゃ。どういう印象。ありがたい。何が飛び出るのかなか。私はあの、本泉さんとは結構最近も毎週のようにお仕事で会ってる。本ちゃんって言って。いいな、本ちゃんって言って。いや、もうぜひ、本ちゃんって。いいんですか？いや、もうむしろ。え、なんてお呼びした？私は、なんか、ルンルンとか、ミハルンとか、呼ばれてます。ルンルンがいい。珍しい。ね、なんかね、税が、承
人数になってきたよね。そうなの、意外と、うん、じゃあもう初対面ですけどルンルンいいですか。もちろんです、もちろんです。そうか、初対面なんですね。ある作品で、まあ、ご一緒していただいたんですけど、待って、そうだ撮っちゃったでもまだ発表全然されてなくて、まだそんなそんな、皆さんの目の前では初めて会話させていただきます、うんうんうん、めちゃくちゃ失礼なこと言っちゃった。いや、ね、もしかして隠した方がいいのかなみたいな感じで。確かにまだ発表はされてない、うん、ですよね。いつぐらいに起こるんですか。それは何でしょう、わかんないんですよね。わかんないか、そっかちょっとふわっとしちゃってるけど、ふわっとしちゃってる感じなんで、リンリン、あー、こんちゃん、よろしくお願いします。こんな感じです、うん、はい、はい、じゃあということで、うん、ここからは視聴者の皆様から届いているお便りやイラストを紹介していきたいと思います、はい、今日はお便りイラストもありますかね。イラストからいいですか。イラストテーマは、まということで、はい、魔王の魔、魔女の魔、いきます。はい、ででん、おー、うん、おー、わ、めちゃくちゃ素敵、うん、ゆかりネーム、ま、うん、馬行くよくるよさんからです。ありがとうございます。みのりさん、りなさん、みはるさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。長かった残暑もようやく終わりを迎え、うん、いよいよ食や芸術を一層楽しめる秋本番ですね、うん、今月のイラストテーマは魔ということで、うん、魔物に変身した皆様を描きましたので、お納めくださいとのことです。魔物です。めっちゃ素敵。ハロウィンだもんな、うん。これ真ん中が本ちゃん。うんうん。真ん中が本ちゃんだと思う。こんな綺麗に描いてもらってありがとうございます。これね、ヴァンパイアかな。血を持ってるよ。なんか雰囲気あって。うん、すごい。ありがとうございます。ミノリンゴが狼。うん。あれじゃない、なんか、ほんちゃんと私、刃があるから、うんうんうん、確かに刃があるや魔物を選んでる説、気がかりが、そういうこと。めっちゃ可愛い。可愛い。なるちゃん、これ、なんだろう、悪魔？悪魔？可愛い。悪魔ちゃんかな。悪魔ちゃんだ。耳とかってる。いや、めっちゃ似合ってる。可愛い。すごい、なんかちょっと影の感じがジョジョっぽくて。確かに、ね。ありがとうございます。この格好してくださいって言われたらできますよ、ほんちゃん。いや、もう私は喜んで。似合いそう。あ、本当に何でも着ます。あ、そういう感じですね。でも私これ、着るってどこからって感じですよ。だって、確かに毛をまとって、うん、あのボタンだったらいいけど、毛がないであのボタンだったらただのハレンチな女になる。ただ毛セットじゃない。露出が結構。ねえ、毛があったら。でもすごい厚そうだね。ね、中に毛着て服着ないといけない。なんで1個だけボタン止めたんだろう。逆にね。逆に確かに、うん。おしゃれだね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いてお便りの方も紹介していきたいと思います。はい。ゆかりネーム、土佐のオレンジラビットさんからいただきました。ありがとうございます。みのりんご、るんるん、ゲストの本ちゃん、こんばんは。こんばんは。本ちゃんといえば、大のお酒好きとしても知られていますが、今まで飲んだことのあるお酒で一番高かったものって何ですか？また今後機会があれば飲んでみたいお酒はありますか？とのことです。高かったお酒、うん、なんだろうな、覚えてないこと多くないですか？なんか名前まではみたいな。確かに。なんか値段がわからないまま、うん、ちょっとこう、例えば、ね、コロナ前とかはこう、うんうん、皆さんとご一緒してご飯行ったりとかした時に、うんうん、ごちそうになった中でもしかしたらとんでもないのもいたかもしれないですけど、はいはい、普段大体飲む時ってもう、うん、お家で、うんうん、家でもう一人でひたすら飲むことが多くて、うん、その時は大体ハイボールか、うん、あとその時ハマってる例えばワインとか、うんうん、なんかラムとかその辺を飲むんですよ。今も箱買いしたハイボールがあるんですけど。すごい。箱買いしたハイボールがいつでもスタンバって、うん、そう、なんかちょっと高いってなったらちょっと出てこないです、ごめんなさい、うん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 、飲んでみたいお酒はありますか？あ、飲んでみたいお酒、うん、あー、なんだろうな、飲めないのってあるんですか逆に。あ、ほんと飲めない、ちょっとだけ苦手なのは、うん、スパークリングワイン。なんでですか？なんか多分
あいつはね、悪いお酒だよ。どういうことですか？もう、あいつはほんと気がついたらそこまでやってきてるからね、もう、酔いが。あ、そういうことなんですよ。もう、美味しい。普通のワインと違いますか？やっぱりちょっと飲みやすいかなっていう私の体感だと、あと最初に飲むことが多くて、確かに、そう、こういただきます、乾杯で、トゥルッと行くともうトゥルトゥルって言ってどこまでもトゥルトゥルって行っちゃうから、怖い。そういう意味で、そう、確かに、そういう意味で、なるほど。ちょっと節度持って楽しみたいなって、すごい大人です。でもなんか、本ちゃんと飲んだことある人の話を聞いたら、なんかずっと変わらないっていうか、ずっとニコニコしてるっていう。一番いいじゃないですか。よかった。なんか、なんだろう、反面教師の人たちはたくさん見てきたから、そう、ちょっとなんか気をつけなきゃなって思いました。どんな人がいたんですか？いや、もうここじゃ言えないよね。そんなえぐい人が。そう、もう。まあ、とりあえず自分は気をつけようみたいな。なんか、ね、ご迷惑だけはかけないようにみたいな感じです。大事です。はい。では続いていきましょうか。はい。ゆかりネーム、泉さんからいただきました。ありがとうございます。るんさん、うごさん、こんばんは。こんばんは。そして、本ちゃん、はじめまして。はじめまして。本ちゃんといえば、普通はプリキュアなのかもしれませんが、ありがとうございます。個人的には、吉岡と本泉だったりします。ありがとうございます。ボイスラウンジでは、ゆうきんちにもゲスト出演されていたりと、接点もありましたね。そんな、まよしーとの出会いにも、本編では触れるのか楽しみです。とのことです。すごいたくさんありがとうございます。ね、そう、ね、吉岡と本泉っていう YouTube チャンネルを実はやってまして、それが同じ事務所の、吉岡まゆちゃん、そう、まゆしーとやってて、出会いはそれこそ、プロセカ、そうなんですね。で、そうなんです。同じ事務所で、はいはい、なんやかんや二人とも、所属の時間は結構被ってたりはしてるんですけど、はいはい、なかなか会う機会がなくて、で、プロジェクト世界のお話を聞いた後に、全然関係ない、作品で、スタジオで初めて会って、で、その時にはお互いやっぱり認知はしてたから、今度プロセカで同じユニットになる、嬉しいですよね、本ちゃんですよねって言って、そこで初めましてっていう、だから意外と付き合い自体はそこまで長くなくて、2年ちょっと、なんかもう、かなり前からずっと仲いいくらいに、2人でいる時とかは、ずっと一緒にいらっしゃるし、仲良しだから、なんかもう、そういうもんだと思ってました。そこなんですね。私もびっくりして、あんまりその、ね、大人になってから友達になるって結構難しいなって感じるところもあった。だけど、まゆしーとは、それがなくって、こう、お互い、もう、会って、まあ、その初めましての時はそのままバイバイしたんですけど、その後のプロジェクト世界の生放送か何かで二人で生配信した後、そのまままゆしんち行って飲むっていうぐらい、すごいすごい。そっか、吉岡さんもお酒好きだから。そう。あ、そうなんだ。早くてご飯行ってそのままお酒飲んで気がついたら、なんか、ベストフレンドみたいな感じになって、すごい酒が二人の距離を。だいぶ早いですね。そう、めちゃくちゃありがたい存在で。YouTuber どういう感じで始めようってなって、YouTube も確かそのまゆしんち行った時に、あのね、私があんまりこうレギュラー番組でこう番組を持つってことがなくって、例えば期間限定で MC やらせてもらいますとかはあったんですけど、なかなかなくいいんだよねっていう話をしたら、いや、もったいないよって言ってくれて、まゆしーが。だからせっかくだから、まあそのコロナの状況もあるし、ちょっとなんかやってみないって言ってくれたのがきっかけで、じゃあ YouTube やってみるかって言ったのが最初かなって。かっこいいよ、吉岡さん。本当にかっこいい。そう。そこからだったんだ。そう。もともと仲いいから、みんな YouTube すごい流行ってるしっていう、なんか理由かなって勝手に思ってたんですけど。ねえ、なんかそんな、ありがたかったなって思った。すごい、かっこいいエピソードですね。ねえ。です。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、もう今もエンカウントのコーナーっぽい感じでしたけど、ね、違いました。最初のコーナーに行ってみましょう。はい。最初のコーナーは、あ、本泉
美里奈のマイプロフィール年表。はい、こちらのコーナーはゲストの方にこれまでの人生を年表にして振り返り、声優としての歴史を知ってしまおうというコーナーです。ゲストの方がどんな幼少期を過ごし、どういったきっかけで声優を目指したのかなど、様々な経緯を年表にして書いてきてもらいました。はい、それではマイプロフィール年表をオープン。はーい、こちらでーす。じゃあさらっと、93年2月4日、福島県福島市にて、おぎゃーと爆誕。ちなみに A 型です。で、幼稚園時代、幼稚園の先生に自由すぎる子供ですねって言われたらしく、で、このあたりでピアノとダンスを習い始めました。で、小学校に上がって、地元にサティがあって、ありましたね。そう、福島に。イオン系列の。イオンの。そう、大きいショッピングモールが、サティがあって。サティの前って、ニチじゃなかったでしたっけ？あ、かな？なんでそんななんかさ、海外の子の名前みたいなのばっかり。おしゃれな名前が。おしゃれなんですよね。うわ、懐かしい。懐かしい。あ、じゃあ、あれか、東京よりちょっと上の人たちは、サティなのかな？かな？かもしれないです。東京だけかも。ああ、わかんない。まあなんかそんなショッピングモールがありまして、そこに子供たちでだけじゃ行ったらダメですって言われたけど、行ってたらバレたっていうやつと、あと、コテキパレードがあって、私でっかい旗がやりたかったんですけど、身長足りなくてちっちゃいフラッグ担当になりましたっていうのと、あと、福島県にわらじ祭りっていうお祭りがあって、それのダンシングソーダナイトっていうダンスイベントがめっちゃ楽しかったですよっていうやつです。で、中学校上がりました。部活はマジで先輩がめちゃくちゃ怖くて、なんか大変だなって思ったのと、あと担任の先生に、なんか委員会決めの時間で放送委員が決まらなくて、で、その時間が終わった後に呼び出されて、なんだろうって思ったら、あなた声綺麗だから放送委員やってみないって言われて、ってちょっとちょろいずみが出て、ちょろっとこう、放送員になりました。で、この時に友達の影響でも邦楽ロック、音楽にハマったのもこの時期からですね。で、次高校時代はもうお洋服がもうどっぷりハマって、特に古着、これも友達の影響でめちゃくちゃハマって、あとはバイトしてとにかく遊んで、で、チャリが最強でしたね。もう当時はチャリさえあればどこへでも行けるって言って高校卒業して今に至りますっていう大まかな流れです。すごい、なんか今までのゲストさんとまたちょっと違った切り口で年表を書いてくださっている気がします。本当ですか？なんかそのサティに子供だけで行ったのバレたとか、何が楽しかったっていうのがすごい素敵な年表、いろいろ気になりますけど、ね、気になりますけども、書いてあることとそうじゃないこともいろいろ掘り下げていきたいんですけど、お願いします。ね、福島県だったんですね。そうなんですよ、出身福島県の福島市で、これもちょっとマユシーまた登場しちゃうんですけど、マユシーが温泉娘っていうコンテンツで、福島県の飯坂温泉っていう場所があるんですけど、はい、その飯坂温泉の擬人化された女の子のキャラクターをなんと担当してて、私の生まれ育った福島市と激近なんですよ。こんなことあるんだっていうこともありました。はい、おぎゃーと爆誕って書いてください。おぎゃーと爆誕しました。私個人的にめちゃくちゃ誕生日近くて嬉しいです。え、いつですか？私8日なんですよ。2月8日、はい、わぁ、水亀座。そうです。すごい、4日違い。なんか冬生まれな感じしますね。でもする、冬か春のイメージがあります。そうなんだ、嬉しい。謎の、ね、幼稚園時代、そう、これはなんかちょっと大きくなってから、お母さんからかな、あんた幼稚園の時自由すぎる子ですねって言われたんだよって言われて、で、心当たりは、まあ、何個かあったんですよ。何ですか？と、なんだろう、チャイムが鳴ったら、お外というか、なんだ、校庭というか、で、遊んでたら、中に入りましょうねっていう決まりはあって、でも私は、なんか、その校庭の端っこの方になんか井戸か何かがあって、手でこう、漕ぐ、
と水が出てくるっていうのこうところがあったんですよ。でそれの仕組みがどうなってんだこれっていうのがめちゃくちゃ気になって、ですごいそれで一人で遊んでたんですよ。でチャイムが鳴ったけど私は今これが気になるって言って戻らなかったんですね、教室に。すごい。みんな戻ってんのに周りは。みんな戻ってるけど私は今これが知りたいと。で気がついたらずっとそれでなんか遊んでて、で気がついたらまたチャイムが鳴ってみんなお外に出てくるっていう。そうなんですよ。気づかない。先生何？先生は後から聞いたら気づいてたらしかったみたいで。先生でも自由。多分なんかこう窓からただ見えてたんですよね。見守ってはくれてて、でも多分そのままにしててくれたんだろうなっていう。先生も自由。そうとか、あと塗り絵の授業で、だいたい一人一枚担当してたんですけど、私はなんか一枚じゃ物足りなくて、二三枚もらって好きな色で塗りまくるっていう、なんか本当言うこと聞かない子供だったらしいですね。本当にごめんなさい。その説はっていう幼稚園時代を、いや本当にもう優しく見守ってくださっておかげですくすく育ちました、そうでこの時にピアノとダンス、習い始めて、これはもう本当に何だろう、当時は楽しくでやってましたけど、なんかこのお仕事させてもらうようになってたから本当にやっててよかったなってすごい感謝してますね。何かとレコーディングの時やっぱ楽譜読めるとすごい便利だし、まあ、ダンスはね踊ったりとかする機会がある時に、まあ、やっててよかったなっていう、これはもう本当感謝しかないですね。なんか始めたきっかけあったんですか？きっかけは、ピアノの方は、確かお母さんが、自分が子供時代にやりたかったけどできなかったことを自分の子供にやらせたいって思っててくれたみたいで、その一つがピアノだったらしくて、で私もやりたいって言ったからっていうので始めさせてもらって、ダンスは職場の同僚の方のお子さんが確かダンス、その地区のダンスのクラブというか、っていうところにやってた発表会の、当時 VHS、まだもうビデオテープの時代だったんですけど、その発表会のやつをお家で見せてもらって、で、それで、あ、私もこれやりたいって言ったのをすごい覚えてます。そこからですかね。なんかお写真がある。あ、そうだった。そうそう。で、この4、5歳ぐらいですかね、の時のお写真があります。こちらです。あ、かわいい。これツイッターのアイコンにしてる。そうだ、どこで見たことあると思って。写真で、どっかの遊園地かな、に家族で行った時に、私この写真見せてもらった時、本当にこう、どこ見てんだろうと思って、すっごい面白くなっちゃって。どこだろう。どこなんだろうな。何を思いながらこの馬さんに乗ってるんだろう。本当にね。なんか笑うでもなく、ただ前をまっすぐ見て、すっごい背筋がいいなって。井戸があったんですかね。目の前に井戸があったのかもしれない。気になるものが。気になるものが。頭身が本当になんかベイビーって感じですよね。かわいい。かわいい。でもなんかね、クリクリのお目目とか、なんか変わらず、プニプニの。かわいい。それでもなんかすごい自由な子供っていう感じでね。かわいいです。やらせてもらいましたけれども。かわいい。ありがとうございます。ありがとうございます。そして、で、小学校、上がりました。で、このサティね、もう、ここぐらいかな、唯一大きいショッピングモールが、お家の近くにあって、で、小学校低学年、中学年ぐらいだったか、ちょっとふわっとしちゃうんですけど、まあ、お父さんお母さんと家族で買い物に行くのは全然いいけど、子供だけで、まあ、ゲームセンターとかあったから、子供だけで行くのはちょっとダメだよって言われてたんですけど、遊びたいじゃないですか。遊びたい。そう。だから、自転車で友達と、まあ、何回か行ってたんですよ。土曜日、日曜日に。そしたら、週明け、学校に行ったら、先生に呼び出されて、サティに行ったでしょって言われて、サティ
バレテーラーと思って、でその時先生車で、うん、あの太い一本道の先にサティがあったんですけど、はいはいはい、その太い一本道を運転してたらすっごい楽しそうに自転車漕いでる私たちを見つけたらしくてそれでバレるっていうね、めちゃくちゃ怒られたけどなんか楽しかったなっていうこの、はいはいはい、思い出があ、学校帰りとかではないんですよね。あ、学校帰りじゃなくって、ちょっと学校が本当にもう山の中とも違うんですけど、もうすっごい長い並木道をずっと行って、うん、でもう山しかないようなところの中にあったんですよ小学校が、うん、だからまたそのショッピングモールとかあるような地域とは反対側というか、うん、ちょっと離れたところだったので休みの時に行ったりしてて、はいはい、ねバレちゃったってやつです、うん、はい、あれサティは、うん、美晴ちゃんもあったの？サティあったあった。サティダメだった？行っちゃいやどうだったっけな、うん、でも多分子供だけで行っちゃダメで、うんうん、なんか中学校の時とかも結構、うん、その先生が見回りしてたりしてたかも。やっぱそうなんだ、うん、ジャスコからイオンなんですけど、うん、あ、うんうん、なんか小学校の時も多分同じルールがあって、うん、中学の時はテスト期間の時とかに、うんうんうん、もう先生がそのイオンをもう下から上までずっと歩いてて、うん、そっか、で見つかると怒られる。あるのね、なんかあったらね、大変だから、うん、先生本当にお疲れ様です、お疲れ様、ありがとうございます休みの日も、もうね、見守っていただいて本当にありがとうございます、はいはい、でそんなことがあり、うん、そう、鼓笛パレードが確か高学年ぐらいの時かな、 あって、うん、であの吹奏楽とかやってる子はその担当楽器って決まってたんですけど、うんうん、私は楽器やってなかったので、うん、なんか好きなのを選べて、うん、なんかバトンだったりとか、大きい旗のやつとか、うん、あとは指揮者とか、なんかいろいろあったんですけど、うん、私はもう大きい、一番大きい旗を振りたかったんですよ、うん、本当は、もう身長の3倍ぐらいある、うん、だったんですけど、うん、私当時小学校の時すっごい身長がちっちゃくて、常に前習いの時も一番前みたいな、そうなんだ、どうしよう、これしかやったことない。そう、こればっかりで、うん、そう、まあなんかこの手より楽だからまあいいかなって思ってた。確かに。そう、楽ちんだから、うん、まあそんな感じで、うん、まあ身長が足りなかったから、うん、ダメですって言われちゃったんですけど、うん、その代わりあのフラッグっていう2本使ってやる旗を担当させてもらえるようになって、うんうん、まあそのダンスもやってますっていうのでちょっと振り付けとかもね。ちょっとやらせてもらったりとかして、すごいやったら楽しかったなっていう思い出、うん、身長はほんとね、でも今伸びてますよね。あ、そうなんです、あの今160で、あ、一緒だ、あ、一緒、でも私高校卒業した時はまだ158だったんですけど、うん、なんかジム通い始めたら身長伸びて、え、ジム行こうかな、いや、本当になんでだろう、え、姿勢が良くなって、うん、あ、そういうことですか？骨格かな、なんか、あと、整体にも行き始めて、その骨盤の歪みとか、はいはい、いろいろ直してもらったら、2センチ歪んでたんですよ。2センチ伸びて、これはマジで嬉しい。行こうかな。おすすめです、ほんと。やっぱ歪んでますもんね、人間って。そうね、みんな誰しも歪んでる。ね、いいなぁ、身長が今何よりも欲しいんで、私。ああ、ほんと。うん。でもそんなになんか低いとか思わないけど。ほんと？何センチ ?153。おぉ。そうなんだ。うん。なんか全然そんな感じしないというか、でも53、わかん、自分がさ、なんか高くも低くもないじゃないですか、160って。平均ぐらいですよね。だから、どれぐらいでなんか低いってみんなこう思うんだろうって。確かにって。なんか人混みとかじゃないですか。なんか平均みたいな。そっか、確かに電車とか乗るとさ、背高い人は息しやすそうって思う、うん、思う、確かにそれはめちゃくちゃ満員の時とか、ね、潰されるから、あ、確かにそうかも、男性と混じっちゃうと確かに、ね、大変かもね、ストレッチと筋トレでいけます、2センチ目指せ2センチ、ストレッチは確かによく小さい頃から聞くかも、うんうんうん、頑張ってみます、まだ望みはあります、うん、はい、はい、はい、あ、あと、うん、そう、福島市のお祭りかな、わらじ祭りっていうのがあって、うんはい、で、そのわらじ祭りの中の一つのイベントで、うん、ダンシングソーダナイトっていうコーナーがあるんですよ、うん、なんか聞いた、え、聞いたことある、気のせいか、なんか響きがかっこいいから、なんか聞いた、これめっちゃボロいいですよね、うん、
そうで、これまあダジャレなんですけど、うん、あの方言で、うんと、そうだねとか、何かを肯定するとき、うん、だなーいとか、うん、そうだなーいって言うんですよ。それの、そうだと、まあ、そのナイトが、そうだなーいって合わさって、ダンシングそうだナイトっていう、なんかこれ私も語感がすごい好きで。ねすごいパリピっぽい。ね、イケイケな。でも、ね、イベント自体も結構イケイケで、あの、わらじ音頭っていう、まあ、その、いわゆる、やいやいなやいみたいなリズムの、うんやつがあって、それのなんかダンスバージョンで、ちょっとイケイケにアレンジされた音楽に合わせて、あの、福島市の駅前、福島駅前の道路を封鎖して、で、そこをひたすら行列を組んで、2時間ぐらい踊り続ける。2時間っていうイベントなんですよ。真夏の夜に。だからナイトというか、ね、そう、うん。踊り明かすんですね。ね踊り明かすって、これが私すっごい好きで、で、ちょうどまあ小学校の時ダンスめちゃくちゃ頑張ってた時期で、毎年参加させてもらってて、で、なんかこの通ってたダンス、クラブが一応そのクラス制で、うん、あのジャンルが分かれてたんですよ。なんかジャズダンスとかヒップホップとか、はいはいはい、で私が撮ってたクラスがジャズダンスで、はい、あと一時期ちょっとヒップホップとかも撮ってたんですけど、このイベントの時だけ用の振り付けを、うん